ライブバーテイク5大阪×音楽スタジオトゥーレミュージックラボマンスリーインフォメーションなんとかさあ、マサ、7月のインフォメーションということですけど、はい、おはようございます。はい、おはようございます7月ですよ。はい、インフォメーション、はい、そうですね、ね、コロナがもう収まり、うん、割とちょっと忘れてきた感が世の中にあんのんちゃう。そうですね、マスクをしてない人が3割ぐらい、いやいや、もっと半分ぐらい、うん、ほとんどしてないですよ、うん、今なって、うん、6月もぼちぼち、うん、お客さんもたくさん来ていただき、はい、7月には何本あるのかな、15本ぐらいと&プライベート貸し切りライブがありますので、うん、ちょっと割と忙しく稼働するかなという感じです。このね、はい、今見せてもらっている7月のカレンダーも結構埋まってますね。はい、うんうん、ここでどうかな、もうずっとこれね、ここに流れてます、はい、下に、はいはい、これを見ていただくと水野さんね、はい、ポンタさん、ポンタボックスの一番最初のベーシスト、はいはいはい、でカン・キョンホ君、これ豊島ひろ子さんというね、アメリカにおられたね、はい、ボーカルかな。うん、で今回はそのトリオ&ボーカルの方でやられてたんですけど、今回7月2日は里村稔君をゲストに迎えて、はい、1、2、3、4人かな、なんていうの、4人の、カルテットでボーカルが歌います、うん、これなかなか激アツの満席になりますよ、はい、で、ジャズバラードバラードばっかりするライブ、はい、おなじみの酒井陽子さんね、はい、小葉ちゃんと聡さん、西川聡さんとね、これは西川聡さん、e スペックっていう、会社のなんていうの、音響設備の展示会と照明の展示会にちょっと行ってきましたら、ベース弾いておられました。ああ、そうですか、はい、なかなかお忙しいしてはんのちゃうかな、うんうん、でそこから、ニューオリンズからミキっていう、ミキちゃんっていうね、僕の後輩ですけど帰ってきて、はい、うん、それがこうニューオリンズテイストのライブで、娘さんも一緒に歌うというような、うん、あの激アツのイベントがあります。これね、なかなか面白い、はい、あの七夕の日に、はい、七夕ライブで、次の日に、今安琴奈ちゃんっていう、これ女優さんなんですけどね、お歌も歌うし、はい、なんていうの、一人芝居をするしタップもするみたいな、へ、なかなかなんかちょっとテイクファイブ色とは違ったような感じのライブ、うんうん、そして浜野ゆりのさん、これはねちょっとね、 お客さんがね泣くライブ、割となんかこう歌が良くてすごく泣くようなライブで、うんうん、今東京と名古屋を中心にして、はい、名古屋でなんか CM ソングを歌い出したりとかぐんぐんぐん来てるんで、来んのかなと思って、ちょっと大阪でもみたいな。あ、初めてですか？これで4回目。あ、4回目、はいはい、頑張ってやってます、うん、で13日、はい、これがミラーインザミラー、はい、おなじみの清野匠さんとみきこさんが朗読します。これ何回もね、ここも宣伝させてもらうと思うんですけど、はい、してると思うんですけど、清野さんがギターを弾きながら、奥さんがピアニカを弾いて、小説をその読んで、それに合わせて即興でギターを弾く、はあ、はあ、面白いですね。これなかなかの世界観。これマンスリーですか？はい、これはね毎月、第2木曜日にやってます。でこれずっと5月だけちょっと第3に、ちょっとゴールデンウィークの絡みのお仕事の関係でちょっと3にずらしましたけど、はい、今年いっぱいは第2木曜日にずっとやってます。はあ、はあ、覚えやすいですね。はいはい、うん、やってます。で15、16は D ドライブね、うん、これはハードロック、はい、ハードロックインストライブ。この D ドライブさんもおなじみですよね。おなじみ、そうですね。これはコロナ中にちょっとあんまりライブハウスでガーやってこう密室したとこがないんで、お綺麗なお店ないですかっていうことで、うん、いつもあのこの近所のスタジオで練習されてて、うんうんうん、でそれでちょっとこういう店があるよって紹介していただいて、もう見た途端ここでやらせてくださいって言って、でそれからずっと続いてるんで、でもまあ何百って入るようなライブをいつもされるんで、はい、まあコロナ終わってもずっとここの店は続けてねって言って頼んではやってもらってます、うん、もうハードロックです。もうロックが好きな方はすごいですね、ぜひぜひ。で17日は、はいはい、元宝ジェンヌ、あ、はい、西月ルナさんと、梅崎さんは初めて来られるんですけど、西月さん2回目、うん、これはもう
あの先月出られた方と違います。そうそう、先月先月出られた。あはははめちゃくちゃ綺麗やっぱりね、高田さすがにやばいですね。仕事ところじゃなくなるじゃないですか。もうすぐに好きですって言ってもおはようございますっていうのを間違って好きです言うてもったけどそれぐらいベビーさんベビーさんはすぐもう好きになってまうの で、これが夜の部、昼の部とあって、はい、トークをします、うん、はい。そして青木さんやね、青木さんのピアニスト青木さんのね、ヒロムさん、はい。これはもうボーカルの人初めてなんですけど、これちょっと楽しみにしてるんですけど、これは外国の方ですよね、はい、いや違うんですか、うん、外人のかっけやけど初めて来られるんでハーフなのかみたいな。あ、なるほど、うん、どこの国の方もちょっとわからないんですけど、うんうんうん、はいはい、これもちょっとね楽しみにしてます、はい。でこれも遠藤さん、これもまたトークショーというね、あの立花さんっていうなんか以前昔になんかちょっと、いわゆるニュースキャスターみたいなのされてた方 で、うんうん、はい、でそれからいろいろ AOR 系の音楽がものすごい詳しい、もう誰々にインタビューするか、そんな人にインタビューしたことあるんですかような人が割と聞いたら、もう有名な人のインタビューしたりとかしてるような人で、で、その人が MC でその女性の人のいいところを引き出してこう喋るというので、なるほど、ほぼ女性のお客さん多いけどね、なんかこのイベントは宝塚系はね、うんうん、あ、それは宝塚系の、この遠藤さんは宝塚系やったかな、なるほど、関係でずっと来ていただいた、うんうんうん、はい、感じのトークショーですね。でガーベラーズは、まあ、当店おなじみの、はい、もうテイクファイブ所属ミュージシャンと言っていいぐらいの高岡さんと山ちゃんのソイルね、はい、うん、これが、ガーベラーズっていう、あのまたいろんなね、あのソイルっていう高岡陽子、山里直樹っていう、うんうん、ね、よくご存知だったんだけどが、はい、うんうん、2人がおってそこに、うん、トロモンが何か足したら何か贅沢なんとかになったり、リッチソイルになったり贅沢ソイルになったりと言うて、いろんなこうやって月1回何かやってる感じになっていってるのかな今、うんうん、はい、なかなかね面白いですよライブはね、まあ、うん、僕もよく知ってるけど、ね、オリジナルやられてるんでね、はいはい、うん、これから29日、うん、これが永田勝子さんっていうね、はい、あのお誕生日やっていうことで、はい、娘さんが、ボーカルで歌われるので、その2人がゲストで、知ってなんちゃう、あのテレビ出られてますよね、出てる人もですよね、つぐめちゃん、森川さんなんかはやって、うん、どっちくんが来るのちゃうかな、どっちくんサックスでみたいな、うん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 、でベースと島さんに高野さんね、パーカッションね、あのボドロムパーカッション、筋肉マン、はぁ、筋肉マンやな、あの人、そうなんですね、来られて、はい、これはお誕生日なんでね、皆さんよければぜひお祝いにね来ていただければ、これもすごい豪華な、ね、メンバーで、うん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 、あのやると思いますのでぜひね、はい、っていうとこですね、まあここの下のねとこをちょっとまたゆっくり見ていただいて、うんうん、説明欄にあればね、はい、書いておきますので、ぜひ生ライブをね。でそして今回は、はい、バー営業、うん、3、10、14、26、28とバー営業しますので、まあちょっとテイクファイブどんな場所かなって初めての方とかがね、やっぱり、お店を見たいけどわざわざちょっとマスターにいつおられますか、いついつ行きたいんで来てくださいっていうのはちょっと気が引けるし、うん、気軽に見たいなっていう方のためにライブハウス見学会、これを来ていただくと、あのちょっと音を鳴らしたりとかね、音響さんがいてないので、あの雨楽器を触ったりとかできないんですが、お店の雰囲気は見ていただくことはたっぷりできますので、どんなドラムセットがどんなあるか、はい、ピアノどんなあるか見ていただくことができますので、それで見学してあの、ね、ちょっとテイクファイブで飲みたいなっていう方も飲んで、どんなライブなん、どんな、ライブがおすすめなんとかね、いろいろこうお話は、うん、あのできますんで、はい、僕も、ねね、5月の後半ぐらいに一回ちょっと、ね、バー営業の日ね、来させていただいて、でマスターしょうもない話すんだよねいやいや、しょうもなくないですよ、面白い話、あの常連さんもね、あ、まあ、2人ぐらい来られてて、楽しい感じにやってますんで、うん、ぜひ、雰囲気です、はい、バーもいらしてくださいっていう感じですね、はい、はい、キャラターはもうちょっと仮押さえみたいな、なるほど、感じで、はい、でプリーズコンタクトがもちろん連絡を入れたら借りれますよみたいな感じになっております、はい、まあ、詳しくはあのまたホームページのね、はい、スケジュール欄見ていただいてということで、はい、はい、以上、まあ、7月のトップ5大阪のインフォメーションということでね、はい、はいはい、そして、まあ、7月というか6月、今月の29日になりますけども、はい、音楽スタジオトゥーレミュージックバーのオープンマイクイベント、3ヶ月に1回
ここテクファイブ大阪さんでやらせていただいておりますけども、それが、ございますトゥーレミュージックバー2023サマーということでですね、今回は多分年末はいつも割とこうボリュームを広げて多く出演していただいてるんですけども、うん、はいはい、その年末以外の中では多分過去最多の出演になるかなと。この29日やったな、あのね、そうなんですよ、やっぱりエントリーがもう止まらなくなってきて、はいはいはい、でもうちょっとメールでちゃんとエントリーできてなかったんですけど出れますかいう人もうできるだけ出してあげたいので、はい、もう公開ラジオとかその辺を省いて、省いてちょっと枠を増やして、詰め込んで、はい、一応ね、まあ、7時からやからね、はい、後ろが限られてるんで、はい、まあでもありがたいことにエントリーしたいという方たくさんいらっしゃるので、はい、でこれは関係者とか関係なく外部の方も、あ、そんなイベントやってないとちょっと出てみたいということであれば、まあ、エントリーしていただければ、ね、はい、まあ、まず、まあね、これ見られて、うん、あ、こんなんやってますと、こんだけちゃんとした店 で、うん、そうですね、でちゃんとした音響で、うん、このエントリーの費用で、こんだけバチッとしたところでバチッと演奏させてもらえねんって思ってもらえるとは思ってんだけどね、うん、確かに、まあ、ね、うん、はい、まあ、ぜひぜひね、皆さんどしどし参加して、もう朝から晩までやらなきゃなるかもしれない、はい、本当ですね、いや、もうそうなったらそうなったでね、まあ、盛り上がるんですけども、はいはい、まあ、見に来られる方も一律2000円ということで、はい、ね、はい、で、まあ、ドリンク、はいはい、ちょっと楽しんでいただいてね、Kさんもいらしてくださいよ、Kさんね、個人的メッセージちょっとサボり気味やから、Kさん、この間出れなかったエッチさんね、はい、もう初期から、うん、来ていただいて、はい、お待ちしております、ぜひぜひマスターがお待ちしております、何のメッセージはい、ということで6月29日の木曜日、夜の7時から、はい、ここで、はい、トゥーレミュージックバー開催しますので、はい、ぜひお気軽にお越しください、はい、ということで、はい、はい、テイクファイブ大阪トゥーレミュージッククラブのインフォメーション、はい、終わりましたけども、はい、ここからは、はい、ヒカルのヨタ話ということで、はい、はい、今回はね、今回ちょっと真面目に聞いてみようかなと思います、はい、そうですね、はいはい、ただまあね、その7月にその出演されるとかそういうわけではないんですが、はいはい、まあ塚口マスターといえば、はい、知ってる人は知っている、はい、小野梨沙さんが好きだと思うので、ああ、ね、大好きやね、はい、その小野梨沙さんの、はい、なんかそのなんていうか聞きどころというか、まあ、マスターがどういうとこが好きなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、ね、うん、真面目な話してくれるとは難しいことちょっと下すとちょっとあかん方言ってますしねいや、ね、小野梨沙さんは初めて聞いた時にもう癒しやね、うん、もうほんまにこう何を言ってるかも分からないし、僕ブラジル語分からないんで、でも声なんていうんだろう、俺評論家でもないからうまく表現できへんねんけど、いやいや、いいんですよ、声質っていうの、うん、声質、この声を聞くだけで、はい、なんかちょっと怒りがあったり疲れててもなんかホッとすんねん、すごいですよね、それは。いや、そうちゃう、でも、いや、わかります、わかりますけど、うん、すごい力になって、改めてすごい力になって、音楽のね、力って、うん、いやー、これはもう語り出したら、最初はどこで見たんですか。いや、最初普通にCM に出てたサントリーの、あー、なんとかポワールやったかな、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、うん、まあ、なんとかワインが好き、何々が好き、ポワールが好きだって、あれぐらいで、何の曲やったかな、あれ曲名ちょっと出てけへんけど出てて、え、だからその CM でほんでアルバム買うやんか、はい、ほなもうドンピシャやんか、そんな、はい、ああ言うて、だからデビューが1990年かな、うん、この人90年やな、うん、確か、うん、で出された時のアルバムから今までのアルバムはほぼ持ってんのちゃうかな、ああ、だから1枚目のアルバムってことですね、1枚目のアルバムから、うんうん、全て持ってんのちゃうかな、うん、すごい CM からなんすね、うん、CM も出てはったね、でも俺は CD を買ってかな、だっていやでもその CD 買おうと思ったのはワインのワインのコマーシャルを見て、なんか見てかな、良さそうやな、持って CD 買って、なかなかそのジャズも、うん、ジャズのこれなぜジャズを聴き始めたっていうとよく聞かれるんですけど、あ、はい、うん、テレビで、もう何年前かな、前の店舗をする前に、うん、家で、湖か山中湖かなんかのジャズフェスとかようテレビでやってるやん、今でも、うん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 、その時にダイアン・リーブスが、はあ、
I Remember Sky と Out of Blue を歌ったのかな、うん、それを聴いてビビッと聴いて、ほんでどっちかというとジャズっぽくないやん、まあ、僕ちょっとあんま詳しくわからないんですけど、 Out of Blue とか How Has the Moon とか分からへんかな、うん、でまあ俺それがジャズって分からなくて、うん、全く、うん、で行きつけ歌おかしくてよく行ってたレコードショップに行って、すいませんダイアン・リーブスの、ハウハウザ言われへんねこれハウハウザムーンとアイリメンバースカイいう曲の入った CD ってあります、まあ、店長って言ったら、うんうん、お前もジャズを聴くようになったかって言われて、それがきっかけやねんえそれってジャズなんや、えジャズって何みたいな、まだその時点23歳、22歳ぐらい、はい、うん、ジャズって何やろみたいな、そっかお前ジャズ聴くんやったらお前、ね、ジャズ親父がねみたいな人がおってジャズ聴くんやったらお前これ聴かなみたいなんで、うんうん、始まるんじゃないですか、僕らの時はネットもなかったし、うんうん、ね、そういう検索もできないし、うん、気軽には聴けない、うん、CD を買わないと聴けない時代やったん で、うん、でそっからケニー・ドリューとかベン・ウェーブ・スターであったり、うん、まあまあもちろんマイルスね、はい、エビル・エヴァンスっていうのを勧めていただいて、よくあのジャズの、専門誌があって、ジャズを聴くならこれスイングジャーナル別冊みたいな、うんうん、あれのこうめくったらベスト30ジャズを聴くならこれを聴けっていうのを全部買った。ああそうですか。ほうほうほう。でハマって、うん、でもジャズっておしゃれ、俺の聞いた最初もう今もそうやけど、ジャズっておしゃれじゃんとか聞いてていいじゃんみたいな、かっこいいじゃんみたいなんで聞いてるんで、うんうんうん、そんな音楽俺は専攻してやっててミュージシャンではないので、うん、なんかただあかっこいいなとか、あこれ渋いなとか言うて聞いてるだけ。今でもそうやけど、うんうん、音楽なんてもういいなって思って聞くだけなんで、うん、だからそれが小野寺さんに戻るんやけど、やっぱり小野寺さんパッと聞いた、あ癒されるってこれだけかな。いやでもなんかまあそのジャズと通ずる感覚はあるじゃないですか。ちょっと、だから、2000年にちょうどドリームというアルバム、はい、これを出されたのがジャズのスタンダードを入れた時はもう衝撃的やったね。あうおー、森さんがジャズ歌うんやみたいな。ライブに行かれると1曲歌いますよ、うん、スマイルを歌ったりとか、うんうん、まあ、やったりとかするんやけど、ジャズを2000年に歌いました、はい、それはもうちょっとめちゃくちゃ嬉しかったな。大好きなカレーライスにハンバーグ乗ったねみたいな。あそんな、そんな感じかすごいですね。なか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 それはそれでもうジャズの2000年のドリーム、ぜひね聞いたことない人があったら、うん、ボサノバ調にアレンジをして、ノリサさんが癒しのジャズなんのかな、うんうんうん、歌ってるんで、うん、それをぜひ聞いてほしいなみんな。今ちょっとそれをプロデュースしたオスカー・カストロ・ネイビスさんっていうのは、はい、残念ながら亡くなったんですけど、うん、去年一昨年かな、うん、に亡くなったんですけど、なんと前の店舗にその人がゼップ大阪のライブの帰りにコーヒーとチョコレートケーキを食べたいから言うて来たことある。はい、あの聞いたことあります、ね、うんうんうん、こうちょっとで小野梨沙さんは電話でおいでって言うたんやけど、うん、眠いから帰るって帰っちゃったねえ、だから追うてますからね、まあ、追うてるけどね、小野梨沙さんはちょっとあの打ち上げは参加させてもらったりとか、まあ、いろいろそういうのはさせてもらってるんで、うん、またそのうちちょっとね、まあ、テイク5で聞けることがあるかも。次ね12月5日がねうち創立、僕がお店をやったこのテイクファイブを前の店を合わせて30年や、ね、あそこは盛大にちょっとなんかをやろうかなって、ちょっとどっちにするかね、もうライブをするんやったらライブしたいねちゃんと、うん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 、でも宴会するんやったら宴会にしたいね、うんうんうん、だからその辺ちょっと1日目はライブちゃんとして2日目はちょっとこう宴会にするとか、もうそういうことにしないと、なんか宴会とライブが合わしちゃうとなんかすごくこうみんなが一生懸命宴会してもなんか聞いてなかったら寂しいしね、うん、なるほど、そんなんはちょっといろいろ企画を考えておりますので、はい、すごいなんか楽しいなりそうです ね、まあ、林さんも一緒にちょっとなんか、はい、12月5日、5日、うん、4日5日とかですか。いや分からへんね、うん、カレンダー見てみんな、ちょっと土日入れないと無理やと思うんで、うん、前夜祭になるか、はいはい、ね、なるか分からんけど、まあそんなんで小野梨沙さんはもう大好きかな、うん、ほんで小野梨沙さんもテイク5歌ってんね。あーもうたまらんすねなんかもうでライブに行ったら、うん、そのアルバムを入れたアルバムを出した時はテイク5歌うけど、やっぱ俺が来た歌ってくれんやんってずっと思ってるアホや、いやいやいや、アホでしょ、ほんまにそうかもしれませんよ、ファンやこ、うん、俺が来たらやっぱテイク5歌うんやんそらね、ここ来た時も歌ってもらわないとね、まあ、まあそらそうやねんけど、うんうんうん、まあそんな感じでね、音楽だから皆さんにもここテイク5っていう
とこへね一回来ていただいたら、うん、今もあのスタッフも、まあ、僕会社もめちゃくちゃ優秀なね僕がこんなんですからね、はい、あの女の子たちはものすごい優秀な子が揃っててもうみんな言うもんね。いやいや、マスターおるからですよ。テープ5のスタッフはみんなええわ言ってくれるんで、スタッフはスタッフは言って俺は言ってマスターおらんかったらええねんけどなって言ってくれるんで揃ってるし、初めての方たちにどんなんかなちょっと覗いてみようかないう人にどんどん来てほしいのと、今やっぱりあの若い子ね、あのライブハウスとかコンサートは行きやんねんね。誰々で。そうですね。今なんか特にあのフェスがまた再開してるから、割とその話で。フェスこの間ドゥービーブラザーズ行ってきたけど。あ、本当ですか。よかった。いっぱい知り合い言ったけど。やっぱり僕一応前やったんですよとか言うてこない。言うて。さすがっすね。あ、みんないろんなやっぱり業界の人は席取って見てはったけど。やっぱりそういう生ライブでしか経験できない、ね、すごい素敵な。ものすごく近くで聞けたとか、ね、あ、こんなトラブルがあったとか、ね、こんな人に出会ったとか、ファン同士が、あ、私名古屋から来てるんです、私東京、そんな遠くから、ここの店最高なんですって言ってくれる人もいてるんでね。まあいいですよね。それでここに集まってくれる方々がね、テイクアウト、大阪テイクアウトやったら行こうかっていう店にも作っていきたいのでね、頑張っていきますんでね。はい。はい。ぜひぜひお店の方にライブあり、見学あり、バーもやってますので、まあ、顔を、ね、店に来てください、はいはい、ということでね、この、インフォメーションも毎月更新していきますので、はいはい、あの引き続きお楽しみいただけたらと思います、はいはい、ということで、はい、7月のマンスリーインフォメーションでした、はいはい、それでは、はい、さようなら、さようなら